おいでナンシー、今年はもう絶対に旅行が行きたいと心に決めている、バーチャルオイランでーす。ゆうきりでーす。最近見始めたものですが、早速失礼します。環境変わってお互い社会人になって、忙しい、疲れるで最近拒否されてしまいます。話していて楽しいし、体の相性もまあまあなのですが、別れ時でしょうかといただきました。まあ、これはそんなにすぐは結果出さなくていいんじゃない？そんなに焦らなくてよくない？って個人的には思うかな。まあ、だって、その、お互い社会人になってのタイミングでしょ？いや、無理だって。無理。新しいことでさ、どんどん詰められてさ、なんか、その人の名前も覚えなきゃいけないしさ、やることいっぱいある時期はね、それは、まあ、そうもなるさ。君だってそうなっていいしね。質問者さんは、だから、なんかまあそれに対して、ふーんってなるってことは、まあ多分器用な方なんだろうね。結構こう、ちゃんと、なんていうのかな、新しい環境のこともやりながら、多分彼のこともこう見ながらっていう風に、多分できるタイプの方なのかなと思うんすけど、世の中ね、みんながみんなそうではないんですよ。人によっては、新しいことをね、まあもう一個一個目の前のことをまず一つ倒すので精一杯という、そのキャパシティは人によって違うので、そういう理由で、そういう事情で一時的にあなたのことが見えなくなってしまうということはまああります。まあただ、まあだからといって無条件に全部我慢するべきかというと、まあそうでもなかったりとかして、これはまだその話し合いの余地はあると思っていて、その大変なのはわかるけど、まあ、例えばだけど、じゃあ今まで週に、まあ3回ぐらい会ってたんだとしたら、まあ週に1回は会えたらいいなとか。で、それもちょっと厳しいようであれば、じゃあ2週間に1回ぐらいは、どうかな、シャルビーっていう、そういう風に、提案するのは全然いいと思います。で、その、なんか提案に一切相手が応じれない時。いや、もう何も、考えろとかってなっている場合に、あなたが、その時間、この春の時間に、多少待っていたとしても、それを乗り越えてでもその人と一緒にいたいと思うのであれば、待っててもいいし、いや、でも、ね、自分にとって本当に1分1秒はちょっと本当めちゃめちゃ今大事だから、ちょっとこの春こそいっぱいセックスしなければいけないと、思いなのであれば、まあ、次の人へ行ってもいいと思うし、あとまあ、これはわっちゃんがね、まあ、しくじり性教育だから言えることではあるんですけどね、なんかそんな綺麗じゃなくてもいいかもよ。あ、これ本当に怒られるかもしれない。本当に社会から怒られるかもしれないけど。でもなんか、だっているその彼がさ、今ちょっとちげえなってなった時にさ、もういるわけ？じゃあ、実際、次の当ては。ねえ、そこがポイント。うん、いるんだったら、まあそっちにねシュッて行ってもいいんじゃないって思うけど、なんかこの感じでこう書いてる感じだとまだいないんじゃない、特にこれといって。だからなんかその新しい相手をその探そうっていうモチベーションになるために別れなきゃいけないのかとか、もしかしたら思ってるかもしれないですけど、まあねえ、わっちはね、これはわっちの意見ですよ。わっちの意見ですけど、世の中はそんなに綺麗ではなくて、ないよ。なくていいというか、もうないからさ、なんか、なんていうの、気持ちの上では、まあ、今の関係を維持しつつ、でもなんかそういう時も、なんか自分のこと見てくれる人っていそう？大丈夫そう？って感じで、こう、周りを見るぐらいは別にまあ、してていいと思うよ。うん、で、なんかそんな感じで、こう周りの人見てみたら、結果的になんかいろいろ見てみたけど、やっぱり彼の方がいいや、とかっていう風に思うことができたならば、それはむしろ今までよりも納得して今の彼と付き合えるんですよ。その不満に思ってしまうのは、彼じゃない、もっといい人がいたら今この時間も楽しいのになっていう、この可能性を残してるから、なんかモヤモヤするわけ。でも、そうじゃなくて、と思って周りを見渡してみたけど、そういう人実際自分にはいなかった。会う人は。そういうのがしたいって思う人もいなかった。ってなった場合には、
それだけの時間彼のことを待つ、なんか意味が生まれるよね。だってその人しかいないんだからさ、あね、っていうものだと思うので、多分この方がまあ今ちょっと手放すべきなのは、なんかまあそういう風にこう全部がね、きちんきちんと全部割り切れるものって思ってると、なんかちょっと違うなって思った瞬間にもうまた人と別れなきゃいけないっていうことになっちゃう、ので、なんかこの人生はそうじゃなくて若干こうグレーな時間があったっていいんじゃないかなって、わちちゃんは思うのでね、せっかく体の相性もまあまあで話しても楽しいっていうことなんで、ちょっと一回周り見てもう一回なんか見直してみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。この動画が参考になった、面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、評価ボタンをポチッとお願いします。